それや心理カウンセリングセンターの高間です。ムーミン谷の住人の愛着調査についての漫画あるいはエッセイ、この放送に対してレターいただきました。いつもありがとうございます。ムーミンの愛着本、広く一般の人にも興味を持って読まれそうと思いました。さて、個人ごとで恐縮なのですが、親密の恐れについてお尋ねしたいです。私は愛着障害の治療中で、多分結構回復していると思うのですが、今も人付き合いに抵抗があります。なるほどね。ですが、無下にしたくない友人からの誘いがある。そうですよね。どう返事すればいいか気が塞いでいます。なるほど、はいはい。親密の恐れの自覚は昔も今もありません。気が塞ぐ理由としては、単純に自信のなさと思っています。自信がないので、反射的に虚勢を張ってしまい、自己嫌悪をします。でも孤立した生活は少し寂しいし、誘いはありがたいです。そうですよね。でもまたコロナ禍にでもなってくれないかなと不謹慎なことを考えます。いや結構そう思ってる人多いんじゃないですかね。質問箱に、そうできない理由をまず自分でわかることとありますが、上記通り自分で把握している理由があっても落ち着かないなら、親密の恐れという観点でも考えてみればいいのでしょうか。考えなくても、無理やり考えなくてもいいですけど、そういうこともあるんじゃないですかね。というか、親密の恐れって何なんでしょうか。長文すみません。ということですね。愛着障害が回復した人でも人付き合いに抵抗があるっていうのは、これは、あることで、よくあることじゃないかと思います。普通の人のように、柔軟に人付き合いができるかっていうと、難しいと思うんですよ。もともと、異国の地で、大きくなってきたみたいな人だから、それが愛着障害回復したから、みんなと一緒の故郷があるみたいなことには、なんてことにはならないですからね。でもそれは別にがっかりすることでもないし、がっかりしないっていうのが多分ね、回復したっていう一つの、指針になるかもしれないですね。無下にしたくない親友からの誘いをどう断るかということですよね。最近忙しくて残業続きで、ちょっと体調子悪いから、調子崩しそうだから、またにしてくださいっていう感じでいいんじゃないですか。普通の断り方ですよね。多分その誘ってくって、来てくれる人、普通の人だと思うから、普通に断ってればね、いいと思います。ただ、愛着障害の人はその普通がわからないからね、普通をよく知っている、愛着障害の治療をやっているカウンセラーに聞いてみると、いいと思いますよ。どういうふうに断ればいいかなって。で、その治療中ならね、どれだけ進んでるかも分かっているから、その治療の進度によっては断り方変わりますからね。だからやっぱカウンセラーに聞いてみるのがいいと思いますよ。私はあなたのカウンセリング多分やってないと思いますから、ここで変なこと言ってもしょうがないので、で、
これもね、聞き流してほしいんですけれど、じゃあ例えばまた誘われたらどうするのかというと、だいぶ良くなってきたから、飲めることは飲めるんだけど、まだ外で飲むの難しいから、うちに来ない？とかね、誘ってみるといいかもしれないですね。美味しい魚とビール用意しとくから、手ぶらで来てよみたいな感じで誘ってみるとね、いいかもしれないですね。親密の恐れ、自分は親密の恐れの自覚は昔も今もないって書いてらっしゃるので、脱抑制の人なのかもしれないですね。だからそういう人には親密の恐れの自覚はあまりないかもしれません。でも言動を見てると、なんか怖がってるよねみたいなのが遠くから見えるかと思います。で、それについてもカウンセラーに聞いてみたらどうですか？私は親密の恐れないんだけど、なんか愛着障害なんでしょうかみたいな。そうするとね、説明してくれるかもしれないですね。こうこうこうだから親密の恐れないように見えるんだけど、やっぱり怖がってんじゃないの？っていうふうな、理由が見えてくるかと思います。今日は昨日いた、あ、で、ムーミンのね、ムーミン谷の住人の愛着調査。仮のタイトルですけど、いいタイトルなんじゃないでしょうかね。これが漫画でできればいいんでしょうけど、漫画ってなんかムーミンの漫画になっちゃうからね、多分著作権に引っかかるでしょうから、やっぱりテキストになっちゃうのかな。そういうのをどれぐらい5年から10年かけて書ければいいんでしょうか。皆さんね、忘れていると思うんですけど、忘れた頃にそういうのが出てくるのもいいんじゃないでしょうかね。なんとなく愛着障害っぽい感じがしてね。それではまた。